あの曜日会のお話もちょっと伺いたいなと思うんですけども、うん、はい、まずその作るきっかけみたいなのはどんな感じ？あ、やっぱりですね、な、要するに目指している人も多かったんで、で千葉であの女性だけでもってその研修会を作ろうってことでもって合宿をまず始めたんですね、はい、合宿をやって、で当時ジャイアンツでもって東海大相模の田中先生を招聘したことあるんですね。その前に私たちが田中先生をお願いしてトレーニングしたんですね、はい、でトレーニングして、ただ田中先生もゴルフなさらなかったから、うん、ゴルフの基礎的なあれっていうのが全然分かってなくて、うさぎ飛びにさせられたんですよ、うん、でもそれでも一緒になってやって、とにかく運動するってことはトレーニングするってことはよ悪いことはないからっつってやって、であの合宿したんですね、はい、でゴルフ場でもってあの寮のあるところに行って合宿をして、あの朝晩トレーニングして、あと日中ゴルフをしつつって、あの、まあ、研鑽の場にしてったのが現状です、はい、メンバーとしては小林さん、あ、結構ね、あの千葉県っていうあのあれでやってはいたんですけど、うん、岡本役も参加してます、はい、あの小林宏美も参加してます、はい、だ当時やってるところはないから、そういう話を聞くと、もちろん樋口さんにも出てもらってますしね、でそういう感じでもってあのトレーニングを導入したのは男女を通して私たちが第一号です。そうですね、はい、千葉県の予備会っていうのが結局だからコミュニケーションをそこで取ってね、で自分たちでもってあの練習をするっていう、一人で練習よりも仲間と一緒にやるってことが一番良かったっていうのは現状振り返ってもありますね。場所はあのエアロビクスセンターですか？はい、マンナ、はい、はい、そうです。で、マンナカントリーでラウンドをしたり、そうです、うん、合宿もトレーニングもして、でそこにあのプールもありましたからね、うん、で私とチャコ泳げないから潜ってるだけだったんです。プールの中でみんなが足引っ張って本当に水着ってその時しか来たことないです。私は海って行ったことないんですね、うんうん、でそこでもってあのすごい体育館があって、うん、であの中京のね、あの体育学 の、 あの生徒さんが来て、うんうん、あのトレーニングやってくれたんですよ。トレーナーが来てくれて、ね、うんうん、やったんですね。なるほど、なるほど。本当、思い出すけど、結果としてはだから、悪くはなかったと思うしね、みんなのそこでもって、あのコミュニケーションも取れたしね、それから、結果だから、岡本もすごかったし、で谷含みもすごかったんですね。で谷含みは今日で3人あのでサントリーっていうあのあれに3人が一緒に契約したんですね。で結果はだから今ね、年齢とともに今度指導者の方の仕事してますけどね。最初合宿やったのがいつ何年ぐらいになるんですかね。忘れた昭和40年代昭和40年1965年か40年いやそれ全然わかんない覚えてないだってまだ岡本もプロになってなかったかな、なったかな。でとにかく岡本がプロになった時に報知にあの要するに岡本担当 の、 あの記者がおられて、で逆に世界一になることって言った時にまた私クレームつけたんですよ。日本で、ね、勝ってもないのはなんで世界一や、ね、その前もっとやることあるんだろうって言ったのが私なんですよそれで岡本さんもうちに来て、で練習アプローチやバンカーなんか一緒にやったんですね。ベッドまでうちに運んできて、で岡本さんがあれして、でその次に今度小林宏美、はい、で私たちの仲間っていうのが絶対そこの中に入ってやるってことが、うん、本来 の、 新人してみればねいい場所だったんですね、うん、で同居がついてくるし、うんうん、私と樋口久子と横山道子と山崎紗友子と岡田道子、うん、この5人がいつも一緒にやっていてですね、うん、岡田さんとか横山さんも曜日会にも入ってたんですか？曜日会には入ってません。神奈川県ですから、うん、で横山さんは東松山だったんですね、うん、だから来て参加してくれているんです、うん、だけど曜日会というあれには入ってませんでした、でひろみが途中から今度茨城県 の、 中島先生、はい、なんてゴルフ場だったか中島プロに教えてもらっていて、で
すごいこの子なんだ、すごい飛ぶね、なんて言って私たちのトーナメント練習ラウンドに入ってきたのがヒロミだった、うん、ハワイまで合宿にも行かれて、うん、合宿もそう、チャコに怒られてさ、もうあの人お料理得意でしょ、はあ、で私はどっちかというとあのアイロンかけるとか畳むとかってそういう立場で、でお腹空いちゃうでしょ、もっとチャコに隠れて食べちゃうんですよ、スーパーに行って買ってきたパンなんか隠れて買っといて隠れて食べるしよって、今度ご飯作った時に食べられないでしょ、もっとね翌朝作っているのに冷たいご飯食べさせないだって昨日作った自分たちが悪いんだけどちゃんと先こっち食べなさいって言ってみんなだから若いからお腹空いちゃってそこへ持って隠れて食べるとバレちゃって、で冷たいご飯食べさせられてっていう、であとみんなお掃除のお当番とか洗濯のお当番、畳むお当番、お料理をもう作るお当番って言ってね、ものすごい、だからその時には若い子たちはいい勉強になったと思いますよ。ああなるほどね。で当時あんまりハワイ島でもって日本人って行かない時代なんですよね、だから結構ね、そういう意味ではね、いろんなこととして、うん、今考えてみればすごいこと自分たちに分かんないのにやっていたんだなっていうのが現状ね。